安慶市は中華人民共和国安径省に位置する地球市。安慶市は安径省南西部、長江沿岸に位置する。北西部に安径省、湖北省、河南省の境をなす大別山の山岳地帯があり、北は六安市、北東は豪飛市、西は湖北省学州市、長江の対岸は、東は同僚市、南東は池州市、南は 厚生省急行市と向かい合っている。長江沿岸は、非常に多くの湖がある。三四かつ区、に研究、し五県を管轄する。安慶一街地間北高食安喜び選区間北高食安、慶一安棋小安、慶一安棋小安喜び地区安棋小安、慶一安棋小安、慶一安棋小安慶一店中山山町、向え郷寺振封筒。 万里長江第一党と称えられてきた安慶は、有士以前から人類が暮らしていた。近年の考古学調査で、多くの新石器時代の遺跡が出土し、中でも有名なものは千山形、節や三影の遺跡であり、節や丘文化の基準遺跡となっている。安慶は、新代には、旧皇軍に属し、西漢時代は、六皇軍関係であった。維新南北朝時代初期には、 進む広ろ軍海嶺県となり、現在の安慶一区と海寧県山口鎮付近に、それぞれ旅網城と関区地城が置かれ、長江北岸の重要な軍事要塞であったが、戦乱の時期が過ぎると放棄された。随代には道安、軍、等から北宋の時代には、ノブル州と呼ばれた。1195年、南宋により、ノブル州安喜び軍は、 のぶるしゅうやすよろこびふと解消された。嘉定10年、金の兵士がワイガを渡り南進するのを防ぐため、アンケフの長の希望氏は、大竜山の南、長江の北岸の現在のアンケイ地区に、城地の集築を開始した。昭亭4年、アンケイ地府の長房は、城の第二次集築計画に取り掛かったが、未春工または建設停止となった。1260年、 造位構成を受け、大使の芝須は安慶城を最終的に完成させ、安慶府と海寧県は共に安慶城内に移転した。現在の安慶城市はこの時以来の歴史がある。現代には河南行省の安慶寺となり、秋代には一時高寧府と改称されたが、再び安喜び府となった。新代になると、一六百六十七年、一帯の行政区画が再編され。 アンケフと奇州フの名を取って、アン省ショが設置された。ただし、アン府ーフ聖子氏は長い間アン省ショから離れた、高年の町に置かれていたが、1760年、ようやく安喜び城に移転し、アンケが紹介となった。新朝後期の1853年、太平天国軍は、朝江沿岸の拠点とみなした、アンケ城を陥落。 安記省の順部我門は露州に避難した。太平天国の生誕の拠点都市となった安慶はすぐに新軍と太平天国軍とが争奪する軍事用地となった。1861年に祖国藩の組織した将軍が最終的な安喜び攻略に取り掛かり、太平天国軍による熾烈な牢情戦の末、ついに清の手に打開された。 この際の太平天国軍の兵士の果敢な戦いぶりは今も安喜びに伝わっている。祖国藩は安慶から太平天国攻略を指揮し、その艦武器製造で安慶は発展した。1876年のイギリスとの芝生条約により開港された中に安慶は含まれ長江沿岸の条約港となった。1938年1月、日本軍は 案件を占領、案件省政府は、六案、金祭などに避難を繰り返し、その後安喜びに戻ることはなかった。案件の案件紹介としての歴史は170年ほどの間であった。日中戦争の終結後、国境内戦の間に、案件は、中国国民党の案件船員公所と海寧県の県庁所在地であったが、1949年4月、 人民解放軍がアンケイに入場した。1988年、地域と種が合併し、アンケイは周囲8県を管轄することとなった。そのうち、霧条県は現在霧城市になっている。2003年の市内の国内総生産は323億6000万元、1人、あたりで5352円であり、沿岸部とは差がある。また、経済成長でも、 工業、港湾貿易中心の宿部と農業中心の周辺の県では不均衡が存在する。市の主産業は第一次産業で農業では周囲の山にある茶畑からの茶が主要産品である。工業は繊維産業、電気製造が中心で低調な国営企業に代わり民営企業の発展や外資の進出があり輸出先は日本や米国などとなっている。 主な企業は、宝石大手の貸しげるグループ、大型石油化学工場、安慶一石化商などである。安喜び長江大橋安喜び駅高速道路は、合飛とつながり急行や武漢へつながる合わせ安高速航路が地域を貫通している。他、上海から合飛につながる雇用高速航路が地域をかすめている。長江を渡る安慶長江大橋も開通している。 鉄道は、合比急行の鉄道が1995年10月に開通し、長年の鉄道のない状態が終わりを告げた。鉄道の代わりに物流を担ってきたのが、長江の水運である。有志以来長江を上り降りする船舶や渡し船が、安計周辺を利用し、物資の集積場になってきた。現在でも、長江の十大港湾に入り、5000トンクラスの船が、 着岸できる岸壁や石油など各種貨物に特化した岸壁、沿岸各地へ旅客を運ぶフェリー岸壁など多数の不当がある。1997年以降整備された新しい港湾は ISO 標準の海上コンテナも取り扱うことができ、より便利になった。また1990年代後半以降、外国船にも開放されており、安傾港から直接 国内や海外へ船舶が行き来するようになった。軍用空港と共用のアンケー天中山空港があり、北京はじめ国内の主要都市数箇所に旅客機が定期運航している。ありがとうございます。